さんこんにちは、大堀一兄さんでございます。今回はギターのテクニック的な内容でいこうかなと思いますけれどもね、前回の動画でですね、3つのコードを使ったコード進行フレーズっていうのをね紹介しました。結構大好評でございましてね、本当に皆さんありがとうございます。それを受けましてですね、もう1個取り上げようかということでやっていこうかと思うんですね。去年出した動画で実はちらっとは言ってるんですけれど、さらにちょっとクローズアップしていってね、その魅力というものをですね、僕なりに追求していこうかということでね、ぜひご覧になっていただければと。ズバリこれでございます。どっかでなんか耳にしたことあるなっていう音の流れと思った人もいるかもしれませんが、今出た3つのコードって何かっていうとですね、 D と D メジャー7 D6というやつなんですね。昔からね、あらゆる楽曲でも実は使われてきた王道のですね流れなんですがね、どういうコードの流れかというのを見ていきましょう。運指もそうなんだけど、音にも注目しながらご覧になってください。使われているコードはですね、3つですよね。 D、 そしてこの D メジャー7、そしてこの D6 ということなんですね。 D 系統のコードがずっと続くわけで、人差し指と中指の音っていうのはね、ずっとステイしたままになるわけですね。2弦の音の移り変わりっていうのがすごい肝なんで、まあ、当然といえば当然なんですが、音の流れを作り出しているということなんだよね。2弦の音の流れってこうなってるのね。でそれにさらにこの2つの音が重なることによって印象深いものがですね残るというやつなんですね。2弦のポジショニングに今度注目しながらね、もう一回いきましょう。音が変わってるなって見えといて、もう大元は変わってないなみたいなちょっと言葉で言いづらいんですけど、そういうなんか感じを受けるよね。 D と D メジャー7、そして D6、 この3つのコードのポジショニングさえ覚えておけば、音の流れ云々も今説明しましたけど、そんなに難しくなく簡単にできることですから、スムーズにできるんじゃないかと思います。はい、今回あくまでもコードの流れということで、そこに絞って説明しているわけですが、今コードストロークなんかでやりましたけど、3フィンガーでやるとこうなおのごとくいいんですよね。コードストロークでやった時、そして3フィンガーでやった時と、この2パターンでコードの流れっていうのを見ていただければと思います。進行もです、昔からいろんな楽曲で使われているなという印象が強いものですね。僕としては最初に聴いて一番印象深かったのはベッツィ&クリスでした。アメリカ人だったのかな、女性の方2人で歌ってたコーラスをまたいいのよこれ。白い色は恋人の色っていう曲があって、キーは違うんですけど今のような流れでやってました。洋楽で言ったらハリー・ニルソン、エビバリーズ・トーキンっていう曲があって、エビバリーズ・トーキンって曲があるんだけど、もう俺この曲好きでね、イントロのアコースティックギターがなんかで今のその流れを使ってたんですね。もっと身近に言うんだったら窓川ひろしさんですね。無双版、どうしても飛んで飛んで飛んで回って回っての方に行きそうですけど、イントロでね今の流れを実は使ってるんですよ。まあどっちかというと僕はハートスランプ二人ぼっちのが好きなんだけど、ベッドの周りにのが好きなんですけどね、はい、まあ、ちょっと関係ないですけど、そういうところで使われてるんでね、もう僕なんかもすごい馴染み深いコード進行だなと僕は思っているんですけれども、一度聴くと忘れることのできないそんな印象深いですねものなんじゃないかと僕はですね思っています。皆さんはどうでしょうか。ということでですね、今日はこの D、 そして D メジャーセブン、 D6 というですねこの3つのコードの流れを使ったですね本当に印象深いものを紹介しました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。大堀一兄さんでした。それではさよなら。いや3つこれもまた忘れられない、やみつきになるね。